極北、クレーマーは2009年4月7日に朝日新聞出版から刊行された海道武の長編小説。物語の舞台は北海道にある財政難にあえぐ都市、極北市にある極北市民病院。極北市民病院に勤務する非常勤医師を主人公にし、地域医療問題をテーマに極北市民病院のずさんな実態と転落を描く。 著者発の週刊誌での連載作品でもあり、2008年に週刊朝日にて1年にわたり連載され、2009年4月に単行本化。なお、著者は本作の執筆に伴い財政再建団体に指定されている夕張市への取材を刊行している。2011年12月より本作の続編曲北ラプソディが刊行された。また本作では、 ジーン・ワルツとイノセント・ゲリラの祝祭で間接的に触れられていた福島県立王の病院3回逮捕事件をモチーフにした西草久弘の事件の天末が描かれている。執筆時の BGM は宇多田光フレーバー・オブ・ライフ極北大第一外科の8年目の医師今中義夫はとあることがきっかけで財政難の極北市にある極北市民病院に赴任する。 そこで非常勤として雇われた今中は、極北市民病院のずさんな実態を目撃することに。病院内の環境は不衛生、病棟スタッフたちは怠慢、そして病院の経営は、極北市の赤字つつ星に数えられるほど悪化していた。唯一真っ当なのは、人徳があり、産科医療を一人で支える、産科医師の三枝久ろだが、 以前手術中に妊婦が死亡する事件に見舞われ、医療事故と断定される可能性も浮上していた。そんな病院で、病棟スタッフに白い目で見られながら、病院の改変に、地道な努力をする今中の前に、派遣として、皮膚科医の姫宮香りがやってくる。姫宮の影響力が呼び起こした嵐は病院を、少なからず変えていくが、水面下では、 医療ジャーナリストのサイオンジサヤカが、久し広の事件で死んだ妊婦の遺族の広崎広明を巻き込んで暗躍していた。そして、極北市民病院で医療の根幹を揺るがす、非常事態が発生する。ジェネラルルージュの伝説、カイドウ・タケル・ワールドのすべて、ありがとうございます。